皆様こんにちは、ジェイジーです。今池水未来センターを出て行基大橋へ向かいます。大和川を横断します。後でクスノキの木が見えているところへ行きます。行基大橋を北に進むと長井公園に到着します。行基大橋を渡り、東側へ向かいます。桜並木の下を歩いていきます。
くかっこいいです。奄美こそ神社は平安時代に創建された。八田村の南にあったが、江戸時代に大和川制新事業により八田村から分断された。しかしながらこの神社の南には大阪市東住吉区八田の地名が残る。御神木の大きさが千年を超える歴史の長さを伝えている。
瀬南側へ移動、大泉緑地の桜広場へ。今回、大泉緑地は桜広場だけ紹介します。この公園は広いので別動画を予定します。
最後までご視聴いただきありがとうございます。